はい、コナンです。始まりましたね。新イベントということで、今回ガチャに龍神覚醒リュータがね新登場ということで、こちらもねガチャで狙っていきたいなと思います。そしてイベントの方がスコアタックということで、まあ、いつものように前半後半に分かれてのスコアタック、そしてバレンタインキャンペーンも来ました。これはね嬉しいです。チョコリーナもらえます。さあ、まずはチョコリーナもらいましょうか。こちら最高レアリティで、これね使えるんですよね。なので特殊能力もあるんで、すぐに使っていきます。この特攻キャラ配布っていうのは嬉しいよね。しかもかなり使える。さあ、ガチャ回していきます。出ませんねもちろん無料チケットがね結構あるんで、21枚あります。これで狙っていきます。なんとかねワンチャン特攻キャラを引いて、おっとウィスパーびっくりしたということは、これが来るか。今回のこの龍神覚醒リューターかなり使える。特殊の能力はもちろんのこと、まあ、必殺技とかもね非常に優秀と。来ませんね来ませんね。さあ、さらに10連いきます。さあ来てほしい。おウィスパーに当たった。そして龍が色が変わる。おウィスパーの隣でジバニャンが跳ねている。さらに龍が虹色になったということは、これも確定じゃないですか。確定演出来ましたね。さあ、そして虹色のカプセルもちろん来ました。さあ何が、おこれは特攻じゃない。オロチ小生来ましたね。さあ、それではね天道龍神亭やっていきます。難易度はもちろん最高難易度、そしてフィーバーチケット使っていきます。スコアアップ。さあ、ちょっとねワンチャン狙っていくぜ。さあ、パーティーはねこんなパーティーでいきます。天聖吹雪姫小京、今もらえるよね。もらえるというか交換できます。敵全体に氷属性ダメージ、守りダウン、氷属性耐性ダウン、良い取り付けを打ち消す。敵全体の陽気ダメージ、陽気ゲージ 30% 減少です。そして取り付きが敵全体の守りダウン、じわじわダメージ、バトル開始5秒。さあ、そしてこの佐藤は龍太がかなり刺さります。敵全体に土属性ダメージ強打、味方全体の陽気ゲージ 20% 上昇です。そして取り付きが敵全体の力ダウン、バトル開始から。これ弱点つけるんで意外とスコア伸びるんじゃないですか。そして鬼王螺旋、敵全体の HP を吸収、吸収属性耐性ダウン、くすねる強打、敵全体の陽気ゲージ 20% 減少です。これもね特攻があります。かなり強力です。そして取り付きが敵全体にたたり、技封印、バトル開始6秒と。そして先ほど配布された特攻チョコリーナ、敵全体の HP 回復、攻撃速度アップ、命中率アップ、悪い取り付きお払いがあります。そして味方の全体の陽気ゲージ 15% 上昇ということで、これは特攻が 50% ついてるからね。そして取り付きが味方全体にじわじわ回復、超加護お払い、陽気マックス、取り付きも優秀です。そしてオロチ使っていきましょうか。敵全体に雷属性ダメージ、守りダウン、良い取り付けを打ち消す。敵全体の召喚ゲージ 20% 減少です。先ほどゲットしました。そして取り付けが自分の攻撃速度アッププラス打ち消しガード、バトル開始3秒と。でさあ、群馬神はですねこちら回復でいきます。回復と悪い取り付けお払い、高損算でいきましょうか。さあ、まずはちょっとね手始めこんなパーティーでいきましょうか。まだちょっといろいろね悩み中です。さあ、この鬼王がねいい感じです。皆さんゲットしましたか、この天聖開馬。さあ、今回ね後半第3戦目がかなりね結構ダメージ食らいます。1戦目2戦目はね、まあ、ここはまあサクッといきます。でこっからが本番です。3戦目
まあちょっとね、いろいろカゴとかね、うまく使いながら防いでいくわけなんですけども、まずは取り巻きはね、サクッと倒します。そして問題の天童さん、さあこのチョコリーナがなかなかいい感じです。気づけばそうバレンタインだよね、バレンタインキャンペーン、まあ、いろんなねゲームでやってますよ。さあここは回復と超過護で受けながら、滅流一閃、今回弱点が土属性、後半60秒あたりからがね、結構激しくなってきます。さあ鬼を螺旋、今回もイベントで後半戦で黒龍、目玉キャラの転生黒龍が出てくるんだよね。で黒龍がイベントで仲間にできるということで、かなり周回です。今回の転生ランクの黒龍は限界突破すると味方が超混乱を使用した時に敵全体の陽気ゲージダウン、またマニアックな感じですけども、さあここがねちょっとね攻撃が激しくてこらえられないんだよね。さあこれで後半ちょっと群馬神をマニュアル操作してカゴで受けた方が良さそうな感じはするね。さあランキング上位狙っていきます。さあ最後ねガチャ引いて終わりにしたいなと思います。我は中達、貴殿に力を貸そう。